たえさんは極道じゃありません。あら、全部はったらです。はい。全部情報を掴んでますから。はい、迷惑してますよ。あ、何極道って役だってこと。そうだね。それをね。うん。どこだっていうのは言えませんけど。うん。無理に勝手に言えちゃったの。あいつ。あ、そう。勝手に代も言れちゃったの。うん、許可なく。 レ高い,いつはうんうん当に今年いっぱいに木村兄弟出てくんだ弟が大吉は暴露本で木村兄弟の首の骨を折ったって言ってくから中にいればまあとっぽい制約人間はやっぱ出会いがあって、まあ、それは大魔の力を使ってこの大操に対してけじめを取りにると思うから。 そのためには後ろが必要だったんだだからいろんな人間すり寄ってそれケイさんだったけどイさんにももうあっち行けってもう完璧に絶縁されてで圭さんはどこもいなかったそれからいろんなことも探しててって感じで。